こんにちはチームハロンズですこの番組は、米国以外のハイリークラスの経済指標に対するエコノミストの見方をご紹介する番組です。今回は2月29日、日本時間17時に発表されるスイスの10、12月期 GDP です。このチャートは、黄色のラインがスイス GDP 前年比、緑のラインが GDP 前期比、そしてピンクのラインはスイスの消費者物価指数前年比です。21年夏頃にはインフレ上昇から成長ペースが減速しましたが、 足元ではインフレ圧力の緩和で成長ペースはコロナ以前のレベルで横ばいとなっています。また、消費者物価指数はさらにした方向を試す格好を見せており、インフレ鈍化が今後も経済成長をサポートすることが期待される一方、通貨高による攻撃条件の悪化が懸念されます。こちらは、スイス GDP 前期期に対するエコノミストの予想分布です。エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスは0.1%と前期の0.3%から伸びは鈍化しますが、2四半期連続でプラス成長になると見通されています。 そして、ランキング1位のエコノミストは0.2%と、マーケットのコンセンサスよりも上方向を予想しているほか、0.3%や0.4%を予想するエコノミストもそれらにいて、目線はやや上向きといえそうです。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の講座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。 さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。最後に、指標結果を受けたスイス円の変化率を6時間先まで示したチャートをご紹介します。表中のサプライズはコンセンサスと結果の乖り具合を示しています。過去10回の1時間後の変化率を見ると50銭程度動く場合もありますが、直近は35銭程度の値幅にとどまっています。 しかも、指標結果の影響は30分から1時間程度で収束すると見られます。また、22年前半は指標結果の強弱と通過ペアの動向が連動する場面が多かったですが、最近は逆走感の格好になっています。最後に番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上となります。